ボンドチャンネルをご覧いただきありがとうございます。本日はボンドカーズ浦和より車両紹介の動画をお届けいたします。今回もよろしくお願いします。ボンドカーズ浦和のツッキーです。よろしくお願いいたします。今回ご紹介するお車がメルセデス AMG SL63 2017年式21700キロ、こちらの車両になります。月村さん大変です、はいはい、SL がないないはい、っていうのはもう市場にほとんど車がないみたいですね。そうですね。でましてやこの最終型ない。びっくりしました、はい、あの中古車情報サイト見たんですけど、はい、この顔の SL もう本当に数台、うん、4台ぐらい、うん、AMG じゃない普通のメルセデスの550とかじゃないですか、はい、入れても本当に数台、はい、でいろいろこれ考察してみたんですけど、まあ、一つは現行型が結構変わりすぎたっていうのが、うん、まあ、あるのかなと、うん、まあ、ゴルフバッグが積めない問題があったりとか、はい、まあ、あとデザインの部分だったり、まあ、エンジンの部分だったり、まあ、あとは現行型だとソフトトップになったじゃないですか、はい、あの辺で結構こう受け入れられないのがあったのかなっていうのと、うん、もう一つはこれ遡ると AMG GT と結構被ってるんですよね、うん、なのでユーザーが結構そこで分かれちゃったんじゃないかなと、はいはい、なんで具体的な登録台数は分からないんですけれども、割とそもそもが少ないんじゃないかなと。そうですね、まあ、そもそも2シーターのオープンカー日本でそう売れるもんでもないですね。まあ、そうですよね、はい、であと少し聞いたんですけど、なんかこれに戻ってる人がいるとかっていう風にちょっと耳にしたんですけど、うん、これを探してるっていう人がやっぱりいらっしゃるんですね。みたいですね、はい、現行型に行かないでこの先代の最終型程度のいいのを探してるっていう方が結構いらっしゃるみたいで、まあ、その辺もあってか、はい、今中古車市場にほとんど車がないと、うん、というわけで今回かなり一押しの車になるんじゃないかなと思いますので、はい、こちらをご紹介します。でまずこちら SL なんですけど、あのほぼほぼオプションないんですよね、うん、まあ、トップレンジなんで、はい、まあ、その辺選びやすいかな。あともう一つはあの距離飛んでる車が非常に多い。そうですね、まあ、カーセンサーとかグーで探されても大体もう距離が伸びちゃってる車が多いですからね。だからもう3万キロとかに絞っちゃうと、うん、もう AMG とかだけじゃなくても本当に台数が少ないと、うん、でまず車の概要からなんですけど、これで一応6台目になるんですね、はい、SL で SL の特徴といえばモデル周期が非常に長いことで有名ということで、うん、この6台目も約10年ぐらい作ってて、なんかその前も10年ぐらいで、その前の前に至ったら13年とか作ってる。そうですね、車なんです。であとこの6代目の SL でトピックなのはメルセデス初のオールアルミモノコックボディ、うん、SL って歴代こうメルセデスの最新技術を投入するっていうのが定番なんですか。そうですね、はい、というわけでこの SL から初のアルミモノコックということでかなり軽量になってるそうです。であとは先代に引き続きこのメタルトップ、はい、バリオルーフが採用されてたりだとか、あと細かいところで言うとこのワイパーブレードにウォッシャーがついてるマジックビジョン、はい、まあ、その辺がついてたりとか、はい、あとなんかトランク足で開けるやつなんかもこの辺が採用した車になるそうです、うん、というわけで非常にそういった新しい技術なんかも導入されてる世代だから、まあ戻りやすいっていうのもあるんですかね。そうですね、はい、そしてまずエクステリアから見ていたいんですけど、寸法の方全長4640、うん、全幅のが1875なんですよ、うん、で前行の方が1305ということで意外に1900ないんですね。そうですね、で現行が1900超えてるんです、うん、で全長もちょっと長くなってるということで意外じゃないですか、なんか、うん、なので今の現行型のどのメーカーの車を見ても数字だけ見るとコンパクトに見えますけどね、ただデザインが素晴らしい。確かに、はい、ここの次からまたガラッとデザインのなんか雰囲気変わるじゃないですか。はい、まあ、その辺もあるのかなと。であとは SL 非常にモデル周期が長いということで、2014年に1回マイナーチェンジして馬力アップして2016年からこの顔になってるんですね、はい、でなんかあのいろんなのに書いてありましたけど AMG GT っぽい、うん、確かにバンパーとかなんかすごい流線形な。そうですね、それまでって結構こうカクカクってしたデザインのバンパーでしたけど、それからちょっと流線的なバンパーになって非常に新しいっぽい感じのデザインになってると。そして早速横に回っていくと AMG モデルになると足元も特徴的で前後異形のホイールになるんですね、はい、でこちらの AMG の単造ホイールはもちろんなんですけど、フロント19リア20っていう、これが AMG モデル以外だと前後19インチが標準ということで、うん、まあ、この辺も走りが結構違うのかなと。あと積んでるエンジンが違うんで、まあ、その辺馬力が受け止められるられないがあると思うんで、まあ、そういったセッティングになってるのかなと。ちなみにサイズはフロント255-35-19、リア285-30-20になってると。あともう一つトピックとしてはこちら SL も皆さんご存知のところだと思います、サスペンションが ABC アクティブボディコントロールですね。いい意味でも悪い意味でも非常に有名になった足回りかなと、ね、はい、油圧でボディの姿勢コントロール、うん、
する仕組みだと思うんですけども、結構故障もあるんですか？うん、そうですね。ただ、まあ、最終型、まあ、でも ABC はね、まあ、前期も後期もあまり変わらず、まあ、故障はいずれは出るであろう、いますけどね。なんか頻繁に故障するっていうよりかは、うん、寿命問題の気がします。はい、だから1回リフレッシュすれば、うん、まあ、しばらくは大丈夫なのかなと。で、仕組み的にはポンプだったりだとか、あとそのコントローラーがフェンダーの中に入ってるんですよね。うん、あとはその油圧のサスペンション本体、まあ、いろんな交換するパーツ将来的には出てくると思うんですけども、うん、まあ、乗り味だったりは抜群だと思いますんで、この後乗ってみたいと思います。そしてあとは何といってもこのデザインじゃないでしょうか。はい、フェンダーの大きなダクトだったりだとか、そうですね、ボンネットのこの大きなダクトだったり、はい、これ流行ったよね。流行りましたね。これは他の車にこれを移植するみたいな、ありましたね。カスタマイズでワンオフで作っちゃったりとか、そうでね、はい、流行りましたよね。まあ、そのぐらい特徴的な、まあ、大元をたどれば一番最初の SL、はい、300SL から、うん、まあ、いろんなものが踏襲されて、そうですね、はい、まあ、こういったものが引き継がれている、まあ、伝統の車ですからね。うん、そしてあとはこの後動きも見てみたいと思うんですけれども、メタルトップ、バリオルーフも、はい、で、これあのルーフが透けるやつついてるんですよね。はい、マジックスカイコントロール、はい、パノラミックバリオルーフ、うん、その辺の動きも見てみたいと思います。あと後期になるとトランク の, あのボードがオートになってるんですか。はい、そうですね。はい、その辺なんかも見てみたいと思います。続いて後ろに回ってきまして、後ろはおなじみ AMG パフォーマンスエキゾースト標準装備ということ で,、はい、でしかもこの後紹介しますけども、なんとエンジンが 5.5 リッターの V8 なんですよ。はい、段階踏んでるじゃないですか。そうですね。 NA6.2 リッター、はい、5.5 リッター、はい、4リッター、それがもう NA とは言わないですけど、うん、ターボはついてて一番排気量のでかい 5.5 リッター、はい、こちらが装着されているということで、音がやっぱり違いますよね。違う、一味二味違いますね。はい、あのかけた瞬間の音もそうだし、うん、このふかした時の音も、加速の時の音も、うん、まあ、今日できるだけお届けしたいと思います。そうですね。はい、そしてあと後ろに関してはそんなに激しく衣装変わってないイメージが、そうですね、します。うん、テールランプのデザインだったりだとか、こんな感じになっております。続いてトランクそのまま見てみたいんですけど、トランクは最初にも触れた通り足で開けるやつがこの世代からついてるということで、はい、こんな感じで開けられると。で、しかも開いた後この入れやすいようにこの辺が全部電動で後期型動くということで、はい、うん、これだいぶいいっすね。だいぶ楽ですよね。はい、だバックなんかだったらそのままルーフ畳んだまんまでもいけちゃいますし、当然屋根閉めてる状態であればもっと荷物が詰められると。はい、でこれうまくいくときはこれ横に行くってことですか。じゃあそうですね。そしてあとはリアのこのトランク、これ内側全部カーボンなんですね。そうですね。140キロぐらい軽量でボディが作られているそうです。ただ剛性はかなりアップして、ねじり剛性はなんと 20% もアップしていると。まあ、各部最新技術も、まあ、当時のものですけども、はい、いろいろ入ってる車になっております。続いてインテリア見てみたいと思います。はい、この分かりますこれ、はい、最高じゃないですか。そうね。この世代によってドアのこの閉めた感じってちょっと違いますけど、この世代めちゃくちゃいいっすよね。程よい重厚感が、あの、はい、昔の金庫っぽさがわずかに残ってるというか。そしてインテリアに関しては63やっぱりもうフル装備でございます。ナッパレザーとダイナミカのこのコンビのパフォーマンスステア標準もそうですし、シートに関してはこの63専用デザインのナッパレザーシート、あと各部もフルレザーインテリアということで、まあ、非常に豪華なインテリアになってると。そうですね。はい、だともともと SL って屋根が開く関係で装備すっごくいいんですよね。うん、シートヒーター、ベンチレーションもそうですし、エアスカーフなんかも標準で全部ついてくると。ただ、はい、ナビ周り、この7インチディスプレイに関してはちょっと時代を感じます。ここはちょっと時代感じちゃいますね。確かに。はい、ただ今スマホがあるん で, そ, うです、ね、そんなにこうナビ頼りな、うん、純正のこのモニター頼りな運転じゃないじゃないですか。うん、なんでこの辺はまあ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 っていう感じかなと。あとギリ一応カープレイが使えるんですか、つなぐと。はい、というわけでそんな仕様になっております。であとはやっぱり装備がいいんでハーマンカーゾンが標準、うん、オプションでなんかバングもあるみたいですけど、そういった装備なんかもしっかりついてる、こんな感じのインテリアになっております。続いて乗ってみたいと思います。なんかこの世代に乗るのちょっと久しぶりなんですけど、はい、よし。わ、シートこんなにソフトなんでしたっけ。うん、あのびっくりするぐらいシートがふかふか、なんかこう肉厚感を感じる、ね、感じますよね。はい、めちゃくちゃ贅沢な感じがします。うん、でシートはこのパンチングになってて、外側が普通のレザーかな。で意外にこうサイドサポートなんかは全然高くないんですけど、あの沈み込むんですっごいホールドがいいっす。で背中もかなりしっかり包んでくれる感じが、これ最近のクーペのこういった車と全然なんか違いますね。そうね。そして調整に関しては
まあ、そんなにめちゃくちゃ細かく調整っていうわけではないですけど、まあ、一通りヘッドレストなんかもこの膝裏なんかも個別に調整できるようになっております。最近 の AMG の のパフォーマンスシートってこうちょっと薄い感じでちょっと硬いイメージもあるけど、確かにスポーティーすぎますよね。そうね、ちょっとラグジュアリーさで言ったらこっち圧勝なのかな、うん、ちょっと GT 感が強い、確かに作りじゃないですかね。そして先ほど触れたステアリングはこんな感じで、一応 D シェイプになってるんですかね、パフォーマンスのステア、うん、上下がレザーでこっちがダイナミカ、少し使用感ありますけど、もし気になるようであれば、まあ、張り替えなんかもそうですね、ボンドグループのものも場合できますんで、はい、まあ、お気軽にご相談いただくといいのかなと。あとメーターですよ、最高じゃないですか、うん、アナログ、はい、しかも文字盤がカーボン、スピードメーター320キロということで、で後期になると赤キャリパーとセットのパフォーマンスパッケージ、これが標準ということで、なんとリアル300キロまで出るそうです、はい、というわけでこんな感じのメーター、いやこの世代良くないですか、いいよね、めっちゃいいっすよね。そして下に行くとこんな感じで足元もめちゃくちゃゆったりです。ペダルレイアウトはごくごく自然、ブレーキもドセンターって感じです。でフットレストはカバーついてないんですけど、非常に大型なんで運転はしやすそうです。そして真ん中行くとディスプレイ、これ7インチなんで、出したら本当に最近のスマホぐらいのサイズですけど、ここは少し時代を感じますけど、こんな感じ、シートヒーター、ベンチレーションと、だとエアコン関係もアナログなのすごくいいかなと、だとカーボンのインテリアになってるんで非常に高級感もあります。そしてドリンクホルダーとおなじみのシフトと、そして屋根の開け閉め、そしてここも開くんですよね、はい、こんな感じで USB のタイプ A が2系統、こんな感じになっております。天井関係に関してはピラー、これダイナミカっすよね、でバイザーもダイナミカっすね、うん、めっちゃいいっすね、いいね。そして屋根の開け閉め、じゃあやってみたいと思います。閉めます。こんな感じで、はい、閉めるとこのガラスルーフになってるんで、これがボタン一つでこうクリアにできる、こちらのルーフになっております。最近 MC20 なんかにも採用されてちょっと注目を浴びてましたけど、 SL はこの世代でも採用してると。続いてエンジンルーム見てみたいと思います、はい、エンジンの方が名機M157、 排気量の方が 5461cc V8 ツインターボ 5.5 リッターですよ、はい、あのだいたい 6.2、 5.5、 4リッターってこう段階踏むじゃないですか。でもこの SL に関しては 5.5 で終了してるんですよ、うん、そうですね、はい、で次方で4リッターの V8 にバトンタッチしてるということで、これはこれの味がかなりあるんじゃないかなと、はい、そして馬力の方が後期型で少し馬力アップしてまして585馬力トルク900ニュートンですよ、エグくないですかでこれに組み合わせるミッションの方が7速オート、まあ、AMG スピードシフトということで、うん、マックス300キロ、あと機械式の LSD 組み合わせてるということで、なかなかこのスタイリングでこの大排気量エンジンでなおかつ駆動方式 FR っていうのも、うん、結構もう少数派なんじゃないかなって気がしますね。もうこの先出てくることはないでしょうね。ですよね、はい、であとは通常のメルセデスモデルの550、うん、もう一応 V8 積んでるモデルあるんですけど、あっちだと 4600cc なんですね。なんで乗り味ももちろん違いますし、うん、まあ、パワーも圧倒的に違うということで、まあ、ここはやっぱり超えられない壁があるのかなと。そうですね、もう M157 って言わなくなったよね。そうですね、うちらね久しぶりに口にした感じで M177 か、はい、178とかその辺になってますからね。そしてこの辺の世代何がかっこいいって、このエンジンのカバーがかっこよくないですか、うん、NA6.2 リッターにちょっと似てる感じのカバーですよね、はい、またこの次の世代から一体型のカバーになってるじゃないですか、うん、なんでこうエンジン開けてこう楽しめる車も最近だと少ないのかなと、うん、こんな感じの車になっております。続いてトーカルエ見てみたいと思います。お願いします。続いて排気音聞いてみたいと思います。お願いします。
いきましょう。はい。あの、スタイリングこそなんか AMG GT と似てるっすけど、うん、あの、もう座った瞬間に、あ、これ違う車だって分かります。そうだね。かけます。この最初のブーンって音が、うん、あの、NA6.2 リッター時代並みに元気よくないですか？そうだね。なんか年々元気よくなくなってきてる気がするんですけど、うん、めっちゃいい音してるんですけど、やばくないですか？ 6.2 リッターからこれになった時に、はい、あー、なんかやっぱりちょっと変わったなーなんて思うけど、はいはい、思ったけど、今のと比べたらね、やっぱ違うよね。違うっす。そう、やっぱり排気量ってやっぱり超えられない壁ありますよ、ね、この V8 はやっぱりね。そうっすね。ああ、違うよね。まあ現行一応 V8 とあと E パフォーマンス出ましたけど、ああ、ちょっと別の車かなと。うわ、めっちゃ音してる。今日閉めるとやっぱりメタルトップだからかすごい静かじゃないですか。うん、ああ、行きましょう。マジックルーフも一緒に明かり。あとこのウィンドウディフレクターも電動なんですよね。そうだね。それ使うとほぼ無風っていう、屋根開けても、うん、あ、このステアリングの何ですか、ヌルヌル感というか、うん、スムーズな感じが紛れもなくこの世代のメルセデスの今のやつとちょっと違いますよね、うんうん、ステアリングなんかフィーリングというか。で、今回の車はロッドで少しローダウンしてあるということで、うん、スタイリングはさらにアップしてると。めっちゃいいんすけど、味がある。そして乗り心地めちゃいいです。いいなぁ、だいぶいいです。この辺はね、ちょっと時代を感じる、ね、時代感じますね。ただうちら何度も言うように、やっぱり物理スイッチは、はい、そうですね、うん、全部出てますから。そうね、車にはやっぱり物理スイッチだと思うんだよな。でもなんかそういう動きあるらしいですよ、うん、海外で。やっぱりタッチがダメになっちゃうと全部が使えなくなっちゃうんで、うん、やっぱり物理キーを出しましょうみたいな方向性あるらしいですよ、うん、で椅子もうちょっと下げたいですね。ちょっとシートポジション高い気がする。あ、すごいソフトなんです。こんなソフトでしたっけ、うん、これ今、はい、コンフォート、コンフォートっす、うん、あの AMG GT と比べると雲泥の差です、うんうんうん、めっちゃ乗り心地いい。ただタイヤ少し転がってる感ありますね。そうね、コンパウンドが硬くなっちゃってるのか、うん、ただごくごく静か。ただロードノイズは結構ありますね。おー、めっちゃいいんすけど、本当に大きいクルーザーって感じ。あー、いいっすね。少しあれっすね、ルーフの剛性、うんうんうん、ちょっともう少し欲しいなって気しますね。さっきも段差のところでこうルーフ、はい、ちょっと中止ってしましたけど、いや全然いいですよ。早速屋根開けていいですか。どうぞ。ポチッ。でもこれトランクがばって開いて屋根が開くじゃないですか、うん、ちょっと恥ずかしい、恥ずかしいそんなに大げさにいかなくてもっていう。だって開くトランクもめっちゃでかいですもんね。そうだね、結構大げさに開くからね。そうですね。そして、うん、ウィンドウディフレクターって、あ、これか。そっちそっち、うん、あー、なるほど。で、あ、エアスカーフ。エアスカーフ。はい。ちょっと今日は暑いんで、使うまでもないですけど。てか、エアスカーフも涼しい風で出せたらよくないですか？そうだね。まあ、走れば涼しいでしょっていう話なんでしょうけど、うん、日本だと生ぬるい、そうね、風しか来ない場合があるじゃないですか。もうワクワクが止まりません。うん。そして、このフードのこのダクトと、伝統の AMG のこの盛り上がったボンネットと、そうね、こうパワーバルジみたいな感じが、ね、そうですね。そしてこのステアリングに伝わってくるこのエンジンの振動、うん、だいたい吹かすと車こうなりますもんね、うんうん、ちょっとスポーツにしとこう。スポーツから始めよう。それじゃあいいですか、つくやさん。はい、じゃあ軽くちょっと踏みます。あ、意外に小回り効く。参ります、はい、危ない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 、ケツ出ましたよ今。うわ、気持ちいい。
思いのほか、なんだろうな、わざとらしい V8 感全然ない、うんうんうん、音揃ってるっすね。そうね。そしてうるさすぎない、うん、すごいなんか高性能な大排気量が回ってる感じあるっす、うん、気持ちいい。あと読み物に書いてありましたけど、やっぱり想定されてる世代が少し上、うん、そうでしょうね、50代60代、うん、まあ、場合によっては70代ぐらい の、うん、あのドライバーの方をターゲットにしてるんで、うん、なんかそう不安にさせるセッティングになってないみたいですね、うん、だ基本リアがすごく柔らかいし、うん、今スポーツに入れてもリア柔らかいですもんね、うん、あとはさっきみたいなその急にトラクションがかかるようなところでも全然カウンター当てる必要なく、うん、なんかちゃんと車がまっすぐ行く。ただインフォメーションとしてはちゃんとこうドライバーに伝わってくるように、うん、ちゃんと車が動いたら分かるんですけど、すごい安心して乗れるっす。言ってもだってメルセデスのこのクーペの看板車なわけじゃないですか。そうだね、はあ、そしてもう今となってはこのボディのサイズがやっぱり日本の道路事情には確かにこれ意外にジャストフィットしている。そうですね、はい、原稿ちょっとですけど大きくなっちゃいました、うん、1900に収まってるっていうのは意外に大事だったりするよね。そうですね。ちょっとステアリング張り替えて全部レザーにしたいな。そうだね、うん、まあでもステアリングもう一息クリーニングかければ、うん、もうちょっとちゃんと毛羽立てる、毛寝てる感じします、うん、そうね。もあるしやっぱりあのダイナミカって耐久性がすぐ寝ちゃうじゃないですか、うんうん、そうね。あんまり触るところにダイナミカって向いてないと思うんですよ。そうね。この辺だったらやっぱり気兼ねなく乗りたいからレザーステアがいいなっていう。だ逆のコンビだったらねまた違ったんだけどね。そうですね、そうですね、うん、いやめっちゃいいな。もうなんか全てがゆったり、うん、GT ってちょっとせかせかしてるとは言わないですけど、うん、こうもっと体育会系じゃないですか。そうね、まあ、ブレーキもそうだし GT だからね。そうですよね、 MGGT はもう、うん、MGGT 全然グランドツーリングじゃないですよね。全然ツーリングじゃない、うん、スーパースポーツっすよね。そうだね、むしろちょっとレース寄りだからね。そうですね、そう、だそう考えると本当の意味での GT カーって言ったら SL の方が近いかもしれない、うん、だこれは距離乗るっすよ。そうね、乗れちゃうしね。乗れちゃうっすね全然。これロングドライブ行っても全然、うん、疲れないと思うんですよ、うん、本当にソファーみたいなシートだし足も柔らかいし、だってスポーツプラスに入れてこの乗り味ですよ。そうね、夫婦でさちょっとボストンバッグ1個詰めてさ。そうっすね、もう最高っすね、まあ、1泊200ぐらいのねドライブ旅行とか最高だよね。あと多分ドライバーだけじゃなくって助手席の方人も不安にさせないセッティングになってる気がするっす、ね、うん、余計なその必要以上のインフォメーション戻さないとか、それブレーキもそうだし、ブレーキも全然気使わなくても全然かっこんじゃないっすか、うん、170万円 の、 あのカーボンパッケージ付きもいいかもしれないですけど、うん、全然なくても、いやすっごいスムーズなんですよね圧倒的なトルクでどんどん車が前に行くから結構そこって重要だと思うんですよ、うん、同じ馬力出てても、そうね、そのちっちゃい排気量のエンジンで、うん、こう車前に出すのと大きい車、だから大きい車の方が疲れないって言うんですよね、うん、それが露骨に出てる気がする。だ上品さがあるよね。そうですね、うん、値段も残ってますけど、うん、新車価格に比べたらそうね、半分バーゲンプライスじゃないですか。うわ首めっちゃ高い。まあたまに言うけど持っててもいい車だよね。そうですね、うん、このエンジンとこのボディと、だ需要と供給のバランスで言ったら、まあ、供給の方はもう止まってるから、うん、しばらく需要の方が高い状態は続くんじゃないかなと思うんです。だってこれに変わる車がなかなかないですもんね。ない、本当にコンチ GT とかになっちゃうじゃないですか、うんうん、だからステアリングも全然キビキビしてないし、うんうんうん、はい、意外にそのステアリング の、 そのセッティングって重要だと思うんですよね。そうだね、もう車のキャラクターがそれで全然違う、うん、本当にゆったりブレーキもシートも。だからやっぱりこれ何ていうんですか、排気量下げちゃうと別の車になっちゃう気がするっす。
でも、もちろんその現行型の2リッター4気筒も乗らせてもらったんですけど、あれもすごいキビキビしててすごいいい車だなと思ったんですけど、キャラクターが明確に違うっすよね。そうね、まあ、あっち43でしたけど、うん、だから63一回乗ってみたいですよね、うん、現行の。あとその後追加された E パフォーマンス、はいはい、だそのハイブリッドの部分でそのいろいろその排ガス規制だったりとか4リッターになったりだとか、その辺の、まあ、マイナス要素って言っていいのかわかんないですけど、その辺がハイブリッドで補えてるのかどうか、うんうん、そうですね、ちょっと見てみたいですよね。屋根閉めるとめっちゃ静か、うんうん、クーペですよね。クーペだね。いや、いいです。これでもなんか雨漏りがあるんですか、たまに。まあ若干ね。ここっすか。この向こう側とかドレン、あ、詰まっちゃうんだよね、 あそこの雨抜きのドレン。あとゴムも劣化しますからね。でもこれは付き合っていける、うん、いい車ですよ本当に、うん、この辺のレザーの仕立てなんかもね。いや、そうなんですよね、この世代すごいっすよね、うん、そうなんだよね。だから C クラスとかも最近すごい注目されてるんですよね、うん、この辺の204の63、うん、204の63なんてもういい車ないもんね。ないっすね。でもブラックシリーズとか507とかすごい値段ついてるじゃないですか、ね、やっぱりみんな欲しい、うん、亡くなってから気づく車の良さ。いや、いい車だ。ありがとうございます。じゃあ最後になりますけれども、はい、めちゃくちゃいいっすね。いいですね、はい、びっくりしました、うん、あの最近耳が慣れてきたのか、まあ、最近のその V6 とかあの4気筒とか結構いい音するなーなんて思ってたんですけど、うん、やっぱり振り返るとこの世代のエンジンってめちゃくちゃ味あるし、ね、今こっちを聞き直してみると、あ、やっぱ違うなって感じす、ね、すごいエモーショナルな感じしますよね、うん、というわけで、まあ、非常に台数も少なくて、そうですね、まあ、探してる方だと多分選択肢それほどないと思うんですけど、はい、まあ、若干飛び石とか、まあ、年式相応の傷はありますけど、まあ、細かいことは ご連絡いただければあのご案内しますので、はい、まあ、手直しだったりもできますから ね、はい、ぜひお問い合わせください、うん、というわけで今回はメルセデス AMG SL63 をご紹介させていただきました。車両の詳細は動画の説明欄よりご確認ください。最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。